メキシコ壁が運動、メキシコ壁が運動、メキシコへ木が運動、メキシカンミューリーリストアートムーブメント、メキシコルネサンスは1920年代から1930年代にかけてメキシコ革命家のメキシコ合衆国で起こった絵運動である。革命の意義やメキシコ人としてのアイデンティティを民衆に伝えることが目的であり、そのため個人所有でなく、 誰でもいつでも見ることのできる壁画が、主な媒体に選ばれた。主な作家に、ディエゴリベラ、ディエゴリベーラ、ダビッド・アルファロ・シケロス、デビッド・アルファロ・シケロス、ホセ・クレメンテ・オロスコ、ホーゼイ・クレメンテ・オロスコらがいる。1877年以来のポルフィリオ・ディアス政権の下でメキシコは近代化したが、富は海外資本と白人エリートに集中していた。インディオや、 その根欠、メスティーソが多数を占める農民たちは、工作していた共有地が所有権の確定のため国家に接収されて大農園に払い下げられてしまったため、99%以上が農業労働者として貧苦にあえいでいた。こうした中、近代化への抵抗や農地改革の要求などの声が高まり、1910年にフランシスコ・マデロが ディアス大統領に反旗を翻して以降農民や軍が政権と争う革命戦争が始まる。政権は2点3点したが、1917年憲法の下でアルバロ・オブレゴン将軍が1920年に大統領に就任し、戦争は収束した。革命直前の1910年頃からドクトル・アトルラが壁画に注目して、 庶民のための絵画を実践しようとしていた。これは革命勃発と戦争で中断するが、戦争終結後の1920年、文部大臣となった詩人、哲学者のホセバスコンセロスが根結文化をもとにした民族主義的な芸術の振興をはじめ、壁画運動を再開しようとした。彼はこの目的のため、公共建築の壁面を若い芸術家に開放する。参加した。 芸術家のうち、特に有名なのが、ディエゴ・リベラ、ダビット・アルファロ・シケイロス、ホセ・クレメンテ・オロスコの3人である。3人とも国立サン・カルロス美術学校で学んだ画家だった。リベラはパリに滞在しておりキュビズムなど西洋のモダニズム美術の洗礼を受けていたが、同じパリでメキシコ外交官として活動してい、革命家・シケイロスに帰郷を誘われ、壁画で革命に貢献しようとした。 イタリアでフレスコ画による壁画の研究をした後1921年メキシコに帰国している。死刑ロスも1922年メキシコに帰った。壁画運動のソドクトルアトルの弟子でメキシコに留まり風刺画家から出発していたオロスコも壁画運動に加わる。彼らは1922年以後死刑ロスが組織した芸術家組合の元メキシコシティをはじめ各地の 公的施設で壁画を制作した。革命家のメキシコに起こった得意なモダニズム美術運動では白人優位、ヨーロッパを理想とした美術に代わってインディオの伝統に基づいた美術が求められた。また民衆に社会主義革命の意義や成果をできるだけわかりやすく印象的に伝えることが重視された。そこで以下のような内容と形式が求められたが、これは 多くの効果を生んだ。前述の三人の作風は多様である。リベラは、メキシコの民衆絵画や土着文化の色彩、構図、伝承の研究をし、古代ラテンアメリカ文明の工芸品も、多数集めて、絵画の研究に役立てていた。同時に、前衛美術の体験で身につけた、構成力を活かして、細部を簡潔に省略した画風で、神話的な過去から、 革命の未来へ様々な物語が積み重なる重層的な壁画を作り出し大きな評価を得た。彼は彼は海外にも招かれ、1932年にはニューヨーク近代美術館の古典も成功させている。死刑ロスは20年代を通して壁画制作だけでなく革命家として南米やヨーロッパ訪問を繰り返し、各地で政治活動をしたり投獄されたりした。 彼は抑圧された民衆の顔や、叫びなどを強烈な手法で描いた絵画など、迫力ある攻撃的な絵画を多く描いた。攻撃的なのは、内容だけではなく、壁面に顔料を吹き付けるスプレーガンや死体を壁に、投げする映写機、工業用の塗料、写真や映画の編集で得られたモンタージュなど、新しい視覚手法を八つ早に応用した。一方、 オロスコは主に古代メキシコの神話やメキシコの生活に題材をとって壁画を描いた。風刺画家もしていた彼は様々な軍医に満ちた辛辣な絵画を作ったがリベララのような革命来散よりむしろメキシコ史の悲しみやメキシコ革命のもたらした影や悲惨が強く出た作品を作った。これが非難されたため彼は一旦アメリカに渡るが1930年代に メキシコに乖離母国を取り巻く問題や機械文明の暗部などを掘り下げるようになった。なお彼らより若い世代のメキシコ人がカルフィーノ・タマヨも壁画運動に携わるが、彼はこれら三大巨匠とは違って、社会主義や革命には距離を置き、私的な風景などを描いた。オロスコは母国で批判されたため1929年に、 リベラも共産党から除名され1930年に、それぞれアメリカ合衆国へ渡った。その頃はアメリカは大恐慌に陥っていたが、職を失った芸術家の生活や政策を維持するため、ニューディール政策の一環として、連邦美術計画による壁画政策が行われていた。リベラやオロスコは、多くの若手画家を助手に雇って、美術館や大学など、 公共施設の壁画を手掛ける。オロスコはダートマス大学の壁画、アメリカ文明の女ジ史ジが高く評価された。リベラもデトロイト美術館などに壁画作品を制作するが、ロックフェラーセンターの壁画にアメリカの建国者たちに混じってレーニンが描かれていたことで批判され、壁画は完成前に破棄された。彼らは1933年から1934年までに、 相次いでメキシコに帰るが、その間壁画制作の助手として雇われた若手芸術家や同様に壁画を作っていたアメリカの作家たちに対し大きな画面で制作するということの意義や手法などの面で大きな影響を与えた。この時期、1930年代にはメキシコのアートシーンは西欧や北米などにも影響を与えた。 シュルエアリスムの芸術家がメキシコ壁画運動に注目したほか、ソ連の映画監督、セルゲー・ゼンシュテインもメキシコで制作した。アメリカからも、エドワード・ウェストンとティナ・モドッティなどの写真家、イサム・ノグチラもメキシコを訪れた。岡本太郎、北川民次らもメキシコ壁画運動や革命美術から影響を受けており、岡本太郎も後に日本やメキシコで壁画や 太陽の塔などのパブリックアートを制作している。また、アメリカで壁画制作を手伝った若い画からは、後に抽象表現主義という大画面の絵画運動を始めている。1940年のメキシコ革命の一応の終結で壁画運動も収束したが、現在でも当時の壁画はメキシコ国内に多数残されている。また、アメリカ在住のメキシコ人たちが自分たちの アイデンティティを認するため、この壁画運動を参考に1960年代以降、カリフォルニアなどで壁画を制作している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。